ーチャルで戦え、リアルを超えろ。あのバーチャファイター e スポーツに DLC レジェンダリーパックが登場。歴代の人気キャラクターカスタマイズアイテムやバーチャファイターシリーズの厳選された BGM への変更が可能。観戦中に使えるキャラクターをモチーフにしたスタンプも追加。お気に入りのキャラクタースタンプを使って観戦を盛り上げよう。さらに初代バーチャファイターのキャラクターモデル全38種類を収録。バーチャファイターファンに捧げる究極のダウンロードアイテム。10年早いんだよ。バーチャファイター e スポーツレジェンダリーパック、全てが入って1100円。ゲーム本編は PS プラスと PS Now で期間限定フリープレイ。バーチャルで戦え、リアルを超えろ。さあ今日最後の戦いですよ。はい、OK、 OK、 いや緊張してきた。そう、さあ男女混合なんですけどねこれ。本当だ。本当だ。お遅い。あ、また遅れた。さあ、こっから青木さん勝った勝った勝った。ちょっと待って、人生をこうバーチャにかけてる人、まあ鉄拳でもソファでも人生かけてる人いるんですけど、バーチャってそれこそ10年11年で復活して、よしバーチャが復活したから俺ももう一回頑張るみたいなのがすごい多いんですよ。うん、だからそれがまあそうなんだ、コメントがやっぱああいう手紙になっちゃうあたりがね、自分の中の青春なんだろうねやっぱり、ね、まあ、歴史がやっぱり長いから、うん、最初に触ったのがそうだったら思い出も強いっていうのがあるんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、だからもうその期待感がやっぱりこの1ヶ月はすごい。そうだから、そのこれね、あえてこういう言い方しますけど、あえてですよ、そのあの本数は言ってません。本数は言ってませんが、大体類推皆さんができる、しかも予想以上にいい数字だったわけですよ。これは変わらない事実。で、このいい数字だっていうところのもう一つ、このバロメーターとしてそれがいいんじゃないかって言って裏付けとしては、だからあえて言い方、こういう言い方するっていうのはこれなんですけど、ちょっと失礼なんですけど、ある意味ファイナルショーダウンと、変わってないわけじゃないですか、ゲームがね。変わってないわけでしょ。調整も新技も入れてないし、新キャラも入ってないわけでしょ。うん、まあグラフィックは変えました、うん。まあグラフィックでさえ賛否両論あるわけですよ。あれがいいって人も言えば、いや昔に戻せっていうことさえ言ってる人は、まあ、手放しみんな喜んでるわけじゃない。だけどバーチャファイター復活したことは喜んで何にも変わってないじゃんっていうにもかかわらずこのダウンロード数でしょ。いやいや、もう言ってないですよ。ってことはもうちょっとやりようによってはもっといくわけじゃないですか、それも、うん、だから本当にいいバロメーターとかいい観測気球だったな。いや過去形じゃないですけど、うん、思いますね、正直言うと、うん、あ、そういうこともあるんだって思ったし、で予想以上かどうかで僕で言うと、あ、これは本当に正直な話、予想以上でしたね、うん、いろんな意味で本当に数字的には予想以上、数字言ってない人もいるね、この僕をよく知ってる人は皆さん知ってると思いますけど、僕は定量的定性的どっちもそのすごく統計的なデータでもっていろんなこと判断していろんなこと予想して割とちゃんと当ててきてはいる人なので、そこで言っても予想以上ですね、正直言うと。
度合いで言うと2割以上、2割、3割近く、30% 近く予想外かな。青木さん的にはどうなんですか、それこそ、そのセガとしても、バーチャとしても、どれぐらいいくんじゃないっていうのが、まあ、目標推定は当然あって、うん、で、1ヶ月今経って、うん、どんな感じ、その数字はね、具体的には言えないですけど、今は、私の中では今は想定通りです。なるほど。そこもこれぐらいいくと。これぐらいだろうと。で、こっからどれだけいけるか。そうですね。これはでも、僕が予想っていうよりは、その、まあ、マーケティングした結果、僕も最初は疑う数字でしたけど。いや、でもやっぱ疑ったんですね、最初ね。いや、そこまではと思ったけど、マーケティングした結果出てきた数字が、今は近しくて、まあ、こっからどれだけの伸ばせるか伸びるかっていうのが、肝だと、ね。肝ですね。そう。で、これも視聴者向けに言いますけど、プロデューサーの意向で全てが決まってるわけじゃないですよ、世の中って。プロデューサーがね、そんなね、パワー持ってたらね、世話ないですよ。一人じゃ何もできないですからね。そう、各ブランチと言われるブランチ、もしくはその反社と言われる、そのアメリカとかヨーロッパとかいろんな国にあるね、その支社、いわゆる反社という、そのパブリッシャーとしての、セガさんで言えば、セガオブアメリカって、ね、そうですね。セガオブヨーロッパと、とか、アジアと。そういう、呼び名の各社、ワールドワイドにいるわけで、そこのね、マーケターっていうのがキーを握ってるんですよ、意外と。ここのマーケティングやってるマーケターがですね、これはいけるって言わない限りね、本社がいくらね、売るんだ、やるんだって言ってもね、空回りするんですよ。仮にやったとしても。やる権限はありますよ。やってもね、空回りするんですよ、これが。マーケターたちが各、やっぱ、ワールドワイドの全世界のその地域の人がどれだけ乗ってくるかで、売れ行きも変わるし、やれるかどうかも運命が決まる IP も結構多くて、そういう意味で言うと、だからマーケターがやっぱり今、ね、元々のフォーキャストというか数字で、プロデューサーの予想を超える、いや、これぐらいいけるんじゃないかっていう、マーケターから言ってきたっていうのは結構でかいかな。うん。うん、だからますます期待できんじゃないかなと思うんだけどね。まあみんなめちゃくちゃ期待しますからね。ね、いやだから、いや、全員が全員期待してるとこだけじゃないところがバーチャファイターのコミュニティのこの今揺らいでるとこなのよ。あ、うん、だから、ある意味失望の期間も長かったからみんなが期待を抑えてるわけ、うん。めっちゃ期待してたらもっとイケイケのコメント多いですよ。ブンブンみたいにね。そう、だからやっぱりみんな抑えちゃう。自分でね、だから本当に恋愛に臆病になっちゃった人と一緒で、昔はモテモテで、もう百発百中告白したらいけてたんだけど、やっぱ失恋してる期間が長かったので、なんか、いけそうなんだけど、ちょっと、最後告白するの怖いなっていう気持ちなんですよ、みんな、バーチャファイターファンって。それはあると思うね。うん、そう、ね。本当に。なんかそれこそ、いや、でも、めっちゃいいニュースだと思うよ、俺、これ。そうですね。別に、だから、ね、バーチャだけに限らず。バーチャだけに限らず。本当そうです。格闘ゲームもそうですし、うん、まあ、今のその、巣ごもり需要と言われてる、ワールドワイドで考えた時のゲームに対しての、まあ、需要も含めて、すごくポジティブな結果だかなと思いますけど、ね。青木さん自身がね、前言ってましたけど、その格闘ゲーム自体が、ニッチとおっしゃってますけど、うん、やっぱり僕からはするとメジャータイトルはそうでもないわけですよ、うん。だって今日本発信のタイトルで普通にですよ、いわゆる500万本超えて何百万本だって500万本以上バンバンバンって普通に売れる IP ってそんなにめちゃめちゃたくさんあるわけじゃないんですよ、うん、そうです実際は本当に、うん、そういう意味で言うと割とバイオハザードとか、うん、老舗のタイトルとか、ファイナルファンタジーとかそうですけど、が割とやっぱり多いわけですよね。うん、それで言うと、決してニッチではなくて、うん、やっぱり、モータルコンバットでさえ、日本ではニッチかもしれないですけど、今やね、今の最新作でも850万本とか言ってんじゃないかな。うん、で、あれでしょ？ストリートファイターも、確か、600は言ってるよな。600ちょっと言ってるよ、あれ。うんうんうん、うちで700ちょっと、もうすぐ800でしょ？で、例えば、スクエニさんとかも、俺、ニーヤオートマタとか同じぐらいでスタートしてるんですよ。初動も同じで、プライスの推移も同じで。
ニアオートマタさんの600とかでしょ。だからジャンルで言うと別にその格ゲーがどうじゃなくて、ああいうワールドワイドで売れてるって言われてるタイトルと同等かそれ以上の成績上げているので、割とそのメジャータイトルはしっかりついてきてるわけです、数字も、うん、それで言うとバーチャーアイドルの今回のフリティプレイのこのポテンシャルからいくと、これマーケティングどれだけかけるかと、あと新作のやっぱ出来栄えがどうかで、これ勝手に先走しますけど、全然できるというか、じゃ俺だったらやるな、これしつこいけど、僕ですけどね。僕だったらやるな。やるな。もう仕込み入んないと間に合わないから、いろいろ。皆さん昔みたいに1年2年で作れない時代なんで、うん、俺だったらちょっと4年後狙うかな。4年後だな。最速4年後狙うかな。俺だったら。俺だったらね。でももう動かなきゃダメじゃないですか。4年後だったら。俺動こうかな。俺が。社内電気通します。僕、そのマーケティングの話とかちょっとデータの話、ゲームのクリエイターとかそういうプロデューサーとかディレクターにしたら言い過ぎてるんですけど、でも、なんでこれを言ってるかっていうと、ある意味そのコミュニティに安心してもらいたいんですよ、僕。うん、ただでさえ存続がこう危ぶまれる IP とかタイトルって結構いろんなジャンルであるわけじゃないですか、うん、で鉄拳ってそれだけないようにしたくて、うん、だから僕数字のことも言うし、安心してもらいたくてマーケティング的なことも言うわけですよ。パブリッシングっていうキーワードもよく使うし、でなぜ大企業がこうやってるかみたいな、だからそこで言うと、もう何度でも言いますけど、新作の話なんか一切情報もなければ作ってることも何も言わないし、何にも言いません。ただし、これだけコンスタントにしっかり実績を積み重ねているタイトルを、仮に僕がこんだけの開発力をかけて、次やりたいですと言ったときに、会社とか経営陣とか投資する人は別に外からいませんけど、社内で、グループで拒否する人はいないですっていう状況だけは作ってますってことは自信持って言えるんですよ。うん、だそれはファンにとって安心してもらいたくて、うん、危ぶまれたことは今までも実は一度もないんですよ、本当に。うん、27年やってきて、本当にないです。だからそれやっぱ続けてる強みですよね。そうです、強みです、うん。だからちゃんと続けれるよ、続けてるよ、続けれるよってメッセージを常に出してるのは、次が出ないかもしれないみたいなことを思ってほしくないっていうのがすごい思いとして強いんでしょう。で、それを強くしたのは、やっぱり、ソリッドファイターが10年止まった時であり、うん、バーチャファイターが11年止まった時が僕をこうさせたんですよ。うんうん、もう、僕はね、鉄拳ファンだけじゃなくて、その格ゲーファンに対して、それすごい思いが強くて、格ゲーってその一時ブームみたいに言われて、バーって消えていったわけじゃないですか。であれが出ない、これが出ないってみんな言ってて、なんて悲しいんだと思って、で そこで言えば、その当時はその点うちは大丈夫ですよぐらいだったんですけど、もうストリートファイターファンが4が出ないっつって3のと、もうやっぱ嘆いてる姿と、バーチャファイターがやっぱ次が出ない、何にも音沙汰がねえって、嘆いてる姿を見ても、俺ができること何かなって、もう自社のタイトルぐらいしかないわけじゃないですか。うん、だからそこのファンに対してだけは、大丈夫、大丈夫、全然大丈夫だから、これ見てよ、この数字と。大丈夫だからね。これがある限り、うん、俺が IP を存続することだけ、俺が目の黒いうちは絶対させるからってことだけは言いたくて言ってるんですよ、うん。だからちょっとそういう数字のことはすごいよく触れるんですけど、うん、だからそこで言うと、もうバーチャファイターファンは本当に、一時とかね、まあ、ね、もう前、この番組でも言いますが、3年ぐらい前にこいつら完全に心が折れたなと思いましたもん、うん。あ、この人たちの希望が多分なくなったんだと、うん、もうないと思った瞬間が3年前です。だから、2018年ぐらいですかね。うん、いや、もうでも社内的にももう難しいかもな。火はもうほとんど消えつつある。なっていう状況はもうみんな分かってたと思いますね。でも、やっぱネタとしては定期的に上がってくるんですよ。うん、なんかバーチャファイターの新作。そうですよね。それがやっぱり今回ちゃんとプロジェクト化できたのは、その60周年記念っていうセガの、まあそういうプロジェクトの一環で、えいってこうみんながなったので、行けて、で行った結果、まあこういう結果になって、いい結果が戻ってきてるわけですから、ね。だから少し
進んだ気がしますよ、ね。進んだし、ギリギリでしたよね。火がもう一回、ぼっと。これ、あと5年放置したら終わりですよ、終わってたかもしれないですね。で、こっからかなとは思いますね。うん。じゃあ、青木さん的には、うん、いや、でもね、また青木さんの話に僕、あえて戻したいんですけど、はい、僕が、これ、バーチャーファイターセガみたいなキーワードだけで言われてますけど、はい、青木さんという、その、パーソナリティを持ったプロデューサーがいるわけじゃないですか。はい、それでいくと、ボーダーブレイクにかけてきた情熱ってやっぱ、僕はすごいと思うんですよね。で、僕もボーダーブレイクやっぱ出てきた時に、当時やっぱり僕、すっごいバトルフィールドとかハマってて、これはアーケードでこういう形で出してくるか、あ、ロボットでしかもこれは刺さるなぁと思って、で、あの頃から見続けてるんですけど、もうブランディングとかカラーリングとかまでこだわって多分やってんなと思ってすごい分かってたんですけど、それは。あれだけボーダーブレイクやっぱ情熱注いでこられた方が、言うてもコミュニティ全然違うと思うんですよ。うん。うん。急に、言うたら急にですよ。白羽の矢が立って。うん、急にファイティングゲームコミュニティをこう、正面に見据えて、やんなきゃいけなくなったわけじゃないですか。はい、多分ツイッターとかでも、今までと違う変化を感じてらっしゃると思うんですよ。ありますね。どうですか、そのあたりは。だから僕、そもそもこのプロジェクトで、その、表に出る気は全くなかったんですよ。ああ、そうなんですか。その出たくないと思ってたんですよ。で、出ることで、やっぱり、そのボーダーブレイクも含めて過去のプレイヤーからなんか違うところに行ったと思われるのがすごく嫌だった。ああ、なるほど、なんか離れていっちゃったんだな、俺らのこともいいんだなって思われるのが嫌だで、そうは思ってないですからね。だから出たくなかったんですけど、まあまあ流れて結局出ることになって、そうなった時にそのボーダーブレイクのプレイヤーからはあんまりそのマイナスなイメージがな、意見がなかったんですよね。なるほど。まあ、それが、進めていくきっかけにはなったんですけど、じゃあバーチャファイターって、その僕が生み出したプロジェクト、タイトルでもないですし、知ってんのって言われると知らないっていうぐらいの、やっぱり歴史じゃないですか。だからそこに対して自分的には自信がないものもあるんですけど、そのゲームプロダクトというよりはそのコミュニティをどうやって発展させるかとか、まあもともとアーケードで生まれたタイトルですので、まあそういう意味ではボーダーブレイクと近しいんですけど、このコミュニティをどうやってこう盛り上げていくか醸成していくかっていうところはまあ少し自信があるんですね、うん、そこでバーチャファイターをより盛り上げていくっていうところに僕のまあ経験が活かせればいいかなと思ってるんですよ。じゃあバーチャファイターうまいかすごい技名知ってるかっていうとそうでもない、うん、ところがまあ僕の今後勉強していかなきゃいけないところだなとは思ってますけど、まあ正直そこは求めてないと思いますよ。ただそのそういうことじゃないと思うんですよね。そうだからそのプレイヤーさんが好きなんですよ僕、うん、はいはいはい、うん、遊ばれてるプレイヤーさんが好きなんで、その方同士のその結びつきだったりとか関係性を作っていくっていうところが好きなんですよね。それは題材が何であっても同じだと思ってるんで、本当はね、こういう状況じゃなければゲーセンとかに行ったりとか、はいはい、まあ、みんな集めて飲み会やったりとか、まあ、そういうことをしたいんですけど。ちょっとした大会とかもやりたい。やりたいですよ。で、昔セガさんがよくやってた自社のビルの1階とかでやる。そう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 です。ああいう大会は本当にやりたいんですけどね、なかなかできないですけど、まあでも、ちょっと、アーケードもなんかちょっと挑戦しようかなと思って、今はまだ言えないですけど、そのなんか大きい大会に出ようかなとかね思ったりもしてるんで、なんかプレイヤーさんをつなぎ合わせるためのツール作りみたいなところが僕はやりたいなと思って、うん、そこの信頼度はめちゃめちゃ高いと思いますよ、やっぱりちゃんとゲームを見てきた方たち、ディレクションしてきた方なので、うん、そう、それをするためにはゲームが面白くないといけないし、人気もないといけないし、だから、その、半分はやっぱ体半分は開発にしっかり入ってて、
プレイヤーさんの気持ちをこうフィードバックしていける立場にいないとダメだと思うんですね。そうですね。そうですね。あ、というわけで第2弾が来ました。そう、第2弾来ました。はい、お待たせしました。あ、すいません。タイガーイーツ第2弾です。第1弾まだ食べきれてなかった。鰹節で蒸してちゃった。いや、大丈夫でした。大丈夫ですよ、うん、バーチャの V とくればファイターの F。 ネギ塩だれです。ありがとうございます。ファイター青木6じゃなくてそして、はい、鉄拳の T とくれば T とくれば前ごめんなさい。どうす K 拳の男原田。ありがとうございますK でございます。あ、ありがとうございます。あ、崩れたはい、というわけで青木さん、はい、まあ、未来の話ということで、まあ、先走ったこともいろいろ言いますけど、まあ、まず足元である、いわゆるそのバーチャファイター e スポーツ、バーチャファイター5アルティメットショーダウン、これアップデート、うん、僕前回の放送自分で一人語りした時に、まあ、あの調整とか新キャラはまだないみたいだけどっていう現状は語ったんですけど、今後多分アップデートか何かは用意予定は一応あるっちゃあるんですよね。そうですね、いきなりもう10日後ぐらいだったかな、リリース10日後にすぐアップデートかけたんですけど、まああれはルーム検索が結構しづらいんだよっていうご意見があって、まあ、そりゃそうだなと思ってルーム ID で検索できるようにするっていうアップデートを1回利便性をまた、そうですね、行ったんですけど、まだまだやっぱりそのカイドウに手が届いてないっていうか、まあご満足いただける機能になってないんですよね。だからそこへんはまあもう随時アップデートしていきたいなと思ってて、はい、でなんでこういうことになってるのかなってちょっと、まあ、ご説明というかご報告しておくと、この本プロジェクトってセガ60周年記念プロジェクトとして始まってるんですよ。で、ね、はい、でセガのその記念日っていうのは6月3日なんですね。あ、そうですね。で、はい、このプロジェクトは60周年記念プロジェクトですで去年の TGS で発表して、はいはい、ということはその2021年の6月3日の前、6月2日までにこのプロジェクトを出さなきゃいけないっていうミッションなんですよ。なるほど。これ1年もないんですよ、開発期間。そうですよね、実は。でもとりあえず出すというところまで。そうですね、ウォーターホール型ってやつですよね。そう、なんでその PS4 版は6月1日、アーケード版は6月2日っていう6月3日の記念日、もう前日のギリギリで出したんですよね。で、開発としてはやっぱこれ100点じゃないんですよ、うん、申し訳ないですけど。いや、そりゃそうでしょ、うん、100点で出るソフトの方が少ないんじゃないかな。で、こっから100点にしていきたいんですよ。なるほど。できるだけ早く。なるほど、それがアップデートってことですね。そうなんで、アップデートしていきたいなと思ってて、で次はその皆さんからもご要望が多い招待機能、はい、まあどのタイトルでも大体はプレイステーションだと入ってる機能があるんですけど、これもちょっと最初はお見とさせていただいたんですね、はい、でそれを早々に入れたいっていうふうに思ってまして、それがまあ早ければ7月の、七夕ぐらいですかね。あ、本当、割と早いな。ちょっと過ぎぐらいかもしれないですけど、はい、放送されてる頃にはもう発表されてるかもしれないですね、ぐらいを今、うん、目標に今アップデートしてますし、はい、まあその次、バーチャファイターでいうとチーム戦っていうのは結構人気の、あ、そうですよね、はい、バトルルームで、まあ、そういったものも入れたものを、はい、まあ、夏には、はい、リリースしていきたいなと思ってますんで、まあ、ずっとやっぱりこう定期的にバージョンアップはしていきながら、うん、なんか満足いく製品に100点に仕上げていくっていうのはやっていきたいなと思ってますね。なるほど、うん、これダメだった場合は全然番組から葛藤しますけど、ぶっちゃけ新キャラとも、どっちかっていうと、技とかのいわゆるパラメーター的な e スポーツ面でいうところの調整って入る可能性っていうのは、うん、ありますか？ゼロではないとか、ちょっとあるかもとか、どっちも。これ今は、その、皆さんにお伝えしてるのはしませんって言ってます。あ、言ってますよね。うん、僕もその認識です。新キャラも出しませんし、うんうんうん、技も一応ファイナルショーダウンが、ファイナルショーダウンでしたもんね。ベストだと思ってるんで、そこからは大きく変えるつもりはないですと。だけど、
ですけど、まあどうしてもっていうシチュエーションとか、うん、まあここがこうであるべきみたいな、うん、まあことになったら、まあ考えることはしようかなと思うんですけど、まあ、なるほど。つまりそこで重要なポイントはあれですね、そのセガさんの予定としてするしないんではなく、コミュニティのやっぱり様子をちゃんと見てっていう、そうですね、こういうところがポイントになってる、うん、っていうところが重要ですね。そうですね、はいはい、まあ、e スポーツの大会もやっていきますんで、まあ、その中で、まあ、こういうふうにした方がすべきっていうご意見が出れば、まあ、検討しますけど、まあ、ひょっとしたらですけど、ファイナルショーダウンの時点では、まあ、いわゆるフィックスされてたかもしれないですけど、そうなんですよ。いや、これね、僕、大須明君とちょっと話してて、うんうん、あ、そうなんだって気づいたんですけど、うん、いや、僕もファイナルショーダウンがある時で止まってたんですけど、青木さんもだからもう今はご存知だと思うんですけど、ファイナルショーダウンって実は出た直後のコンボってあるじゃないですか、うん、空中コンボとか、はい、コンボ含めて、ある時で僕はこういうコンボだって認識あったんですけど、さすがに11年あったじゃないですか、うん、めっちゃ途中で進化したんですって、うん、でめちゃめちゃコンボが変わったんですけど、うん、大須くんとかもいわゆる最新の後半のコンボをついていけてないぐらい、うん、はい、彼でさえついていけないぐらい変化したらしいんですね。ってことはやっぱこの11年にこうファイナルショーダウン出た時点でこれがファイナルだ、これが完璧だっていうのはあったかもしれないんですけど、うん、やっぱりこの11年で変わったところもあるの で、 そうでさらに新しいこのフリートブレイで新しい人たちが入ってきて、このファイナルショーダウンぐるっとファイナルショーダウンじゃないですか、 e スポーツを回した時にさらに変化する可能性はあるので、そういう意味で言うとひょっとしたら調整なのか、なんかこう、ちょっといじるっていうのは入る可能性も僕はあるのかなと思いながら見てましたね。うん、はい。そういう意味で言うと、ちょっとそういう可能性もあるかもしれないと思うんですね。そうですね。それはもうそのコミュニティの自流次第だということですね。うん。今はまあそういうつもりはないですけどね。そうですよね。今、けど最初から予定してたことはないけども。うん、でも、まあやらざるを得ないとやった方がいいっていう。判断になれば、はいはい、そうですね、まあ、やることも検討するっていう。それはなかなかいい情報ですね。うん、さあ、再び B ボタンをタイミングよく押さなきゃいけないね。違和感、本当に違和感しかないです。俺さっき10秒切ってるから、9秒87でしたね。ほぼ世界記録。めっちゃ入る。オリンピックですから。さあ、今日最後の戦いですよ。はい、OK。いや、緊張してきた。そう、さあ、男女混合なんですけどね、これ。本当だ。本当だ。お遅い！あ、また遅れた。さあ、こっから青木さん何回も見てお酒飲めそうですよ。
いや、これいい曲だな。あの船胸突き出しがもうちょっと早かった。そうなんですよ、すごいな。